はい、いただきます。というわけで本日もやったんでの天の声がお送りいたします。はい、本日はですね、藤沢市にあります渾身屋さんって読めばいいの、渾身屋さんで合ってんのかな。はい、こちらの横浜家系ラーメンのね、渾身屋さんにお邪魔しております。今回はね、醤油豚骨の全部のせ、うわあ、たまらん。この太麺がさ、スープを絡んで美味しいんですよ。あとこの家系のほうれん草たまらんよな。ほうれん草がなきゃいかんよ、家系は。うわい、もうほうれん草マシにすればよかった。ほうれん草とね、一緒に、はい、食べます。うえい、もうこれうまいに決まっとるやんか、うまいに決まっとるやんか。そしてこのチャーシューよ、チャーシュー、あー、チャーシュー柔らかそうね、これね。あ、これを一口でパクリンチョ。わー、うまいだろうな、うまいだろうな、でしょうね。はい、海苔に、あ、海苔で、はい、これ絶対うまいやつ。海苔っていいよね、美味しいよね。海苔も増したかったわ。はい、出ちゃいました。これは出ちゃいますよね、そりゃそうでしょうよ。はい、お口も綺麗にしまして、はい、全部乗せというだけでね、卵も落としてる、ついております。卵もついております。この輝き、なかなかいい感じではないでしょうか。そしてネギ丼、あのね、渾身屋さんってね、あのライス、あの自由なんですよ。あの後ろにね、このテーブルの後ろに、あのでかいお釜があって、誰がお釜やねん、お釜があって、そこにね、あの自分でご飯よそれるんですけど、おかわり自由なの、もうご飯食べ放題ってやつね。だけど今回はあえてのネギ丼にしました。あと、なんだ、ミニラーメンを海苔の上で作っておる。かわ、うわ、何、もう何だっちゃ、もう食いてえわ、わお、食いてえわ、うまいわ、これうまいわ。はい、また出ちゃった。渾身屋さんはね、なんかスープがね、クリーミーなんですよね。なんか、なんだろう、豚骨豚骨してないっていうか、なんだろう、ちょっとクリーミーなのよね。ごめん、語彙力が少なくて。はい、ネギもね、これ、あ、うずらちゃんね、ネギもちょっと甘辛な辛めな感じでしたね。うん、でも僕でも食べれるぐらいなので、そんな感じですよ。あ、そう、ほら、左側にさ、あの何、お椀置いてあるでしょ、あれ勝手に食べてよって、ライスバーなの。ライスバーだってすげえこと言っちゃうよね。ご飯いっぱい食べなさいよって言っちゃうよね。そんな感じですよ。でもさ、ほんと皆さん、この暑いの気をつけて。俺昨日さ、テニスしたんだけど、もう昨日の真っ昼間、もう炎天下ですよ。もう30中頃ぐらいの温度のさ、やつのところでさ、もうテニスしたらもう倒れるかと思った。あ、これごまでございます、ごま振ってます。ごまも美味しいんだ、お口に絡みついて。なんでやねん。もうね、危うく熱中症で搬送されるとこあった。搬送する人が搬送されそうだった。もうマジで勘弁してほしいわ、危なかったよ昨日は。だからね、塩分をいっぱい取らなきゃいけないなと思ってラーメンを食べてる次第でございます。なんでやねん。食べ過ぎかな、塩分取りすぎなんだよね、この豚は。誰が豚やねん。あ、これね、生姜、生姜も入れてね。生姜ね、ちょっと入れすぎちゃうとね、あのスープがちょっとね、ぬるくなっちゃうのね、あの一気に入れると大変ですよ。だからほどほどにしてください。はい、話すことなくなった。なんでやねん。話すことなくなったな、もうな。はい、美味しいね。あ、そうそう、あのこの渾身屋さんはですね、あのスープをね、全部飲み切りますといいことがあるんですよ。そのあの、そのいいことって何かと申しますと、あのね、まくり証明書みたいなものをもらえるんですよね。それをもらう、なんかそれをもらうためには、スープを一気に全部、一気にとかね、スープを飲み干せば、そのまくり証明書みたいのをいただけ、証明書だったかな、いただけるんですけども、
それはね、あの海苔とかほうれん草とかあのうずらとかなんかトッピングがね、あの次回から一点無料なんですよね。嬉しいね。それは飲み干しちゃうよね。でもそのまくりってどういう意味なんだろう。あの飲みまくりってこと？飲みまくりでいいのかな。飲みまくりのまくりかな。ねえ、なんでそういう名前にしたんだろう。面白いよね。うん。そんなこんなでまあなんだかんだで食べ終わりそうですね。はい、これでおしまい。はい、いただきました。そしてご飯もね、美味しくいただきましたよ。おかわりはね、しようと思ったけどちょっと今回はやめといた。はい、そしてスープをグビグビっと飲み終わりますとですね、これが店員さんが見てるのね。これありがとうございますってありがとうございます、まくりいただきましたっていただきました。これまくり書、あ、まくり証明書で合ってるわ。まくり証明書、うずら、あ、チャーシューも OK。 嬉しいよね、そういう感じ。また次来ようねって思いますよね。はい、そんなこんなで、まあ、藤沢の南口にあります。おい、ぜひ行ってみていかがでしょうかということで、じゃあね、バイバイ、またね、電話が